皆さんこんにちは。アクティングスペースのお時間です。どうも、今年は本当に毎日芝居をしています田島亮です。よろしくお願いいたします。去年末に2023年は本当にお芝居が上手くなりたいと毎日芝居をしようということに決めて、その結果ですね、誰かにこれが伝わってるかどうかは分かりませんが、今年一番上手くなりました。ありがとうございます。あーどうもどうもありがとうございます。今までですね、あいつに比べて自分はダメだとか、このままじゃ売れないんじゃないかとか、とても辛い時間もたくさんあったんですけれども、誰にも気づかれなくてもいいから、自分の中だけでも、あ、こんなことが俺できるようになったっていう発見が毎日あって、あ、続けるって嘘をつかないんだなっていうことを実感している日々でございます。そんな中で田島亮ワークショップを始めます。ありがとうございますね。おめでとうとかは誰も言ってないかもしれませんけれども、ありがとうございます。はい、いろいろやりたいことはあるんですけれども、3つまず始めてみたいと思います。子供向けクラス、フォアキッズ、そしてフォアベーシック、徹底基礎クラス、そして映像資料がもらえるフォアムービートレーニングクラス、この3つをやってみたいと思っております。僕ですね、たまたま縁があって、23歳の頃から実は芸能事務所の演技レッスンの講師のお仕事をさせていただいておりました。23歳の若造に何が教えられるのかと当時の自分も思ってました。なので教えるということではなくて、僕自身が一流の方々から学んだこと、教わったことをシェアするという、そういうことを常に心がけてやってきましたし、これからもそのことを常に心がけてやっていきたいと思っております。僕自身もですね、もちろん俳優として未だにワークショップを受けに行きますし、プライベートレッスン受けますし、アクティングコーチにならに行ったりもしますし、本でメソッドを学んだりとか、そういうことをやってるんですけれども、本当に自分が上手くなるんだったら、こういうワークショップを受けたいなと、ずっと考えに考えた全てをこのワークショップに詰め込んでいきたいなと思っております。3つのクラスの内容なんですけれども、フォアキッズ、子供向けクラスですね。これはですね、プロの子役を目指している子供向けのクラスというわけではなく、僕の夢にですね、日本の義務教育に演劇の授業を取り入れたいという目標が一つあります。これはその第一歩だと思っております。演技の基本というのは、自分の存在を認めてあげるということと、他者の存在を認めてあげるということ、そして、社会があるんだということを理解すること、ここから始まるんじゃないかと僕は思っております。このクラスではですね、普段学校で起きている、嬉しいこと、楽しかったこと、または悩んでいることなどをみんなでシェアして、それを一つの物語にしようと、みんなでコミュニケーションをとって、最終的に一つの作品として発表できるようなことを目指していけるクラスにしたいと思います。それを通してですね、コミュニケーション能力とか人を思いやる心とかを僕も共に学んで考えていけるようなクラスにしたいと思っております。フォアベーシック、徹底基礎クラスですね。このクラスは基本的には短い2人芝居のシーンを反復練習徹底的にするというクラスなんですけれども、演技で俳優として自分が今悩んでいること、またはこういう風になりたいとか、そういうことをですねシェアして、そのためにどうしたらいいか、解決策はどういうところから始まるのかということを共に考えてシェアするようなクラスにしたいと思っております。最後にですね、フォアムービートレーニング、映像資料がもらえるクラスでございます。これがまさに僕がこういうワークショップがあったらもっと自分上手くなれるかもしれないと思っていた理想のクラスでございます。僕自身もともと舞台出身の俳優なので、映像の撮影の時にどのくらい引き算したらいいんだろうか、そもそも引き算ってなんだみたいなことを悩みながら撮影現場に行っていたら、それはもう全く通用しないことに、現場は悩むところじゃなくて仕事をする場所だから、そんなことを悩みながら現場に行ったら僕は仕事ができないと思っていたので、僕は自分で例えばカメラで自分を撮ったりとか、シネマプランナーズで学生さんの映画に出させてもらったりとかして、映像資料を自分でお金を出しても手に入れて、それを自分で見て、自分で
ああなるほど、ここが自分の悪いとこだなとか、ここはいいかもしれないとか、そういうことを、引き算足し算して撮影現場に持っていくっていうようなことを、今もやっています。でそれを今アクティングスペースという今の自分のチャンネルでやっているんですけれども、それをたった1日このクラスに来るだけで体験できるというクラスにしたいと思いました。最終的にはカメラマンの前でお芝居をしていただいて、その映像資料をご提供しますというクラスでございます。ぜひですね、自分で自分の映像を使って編集をしてみてほしいなと僕は思っております。僕自身2013年からバベルレーベルという会社にお世話になり、そこで編集の技術を学び、監督をやってみたりとかいろいろやってきたんですけれども、編集をできるようになってからの自分の演技っていうのは本当に180度ぐらい違うなって今振り返っても思います。監督がそのカットの中で何を一番求めているのかというのが撮影現場で分かるようになるっていうのが、自分で編集をしていて分かることの一番特筆すべきことだと思います。これが分かってて現場に行くのと、分からないで現場に行くのでは本当に景色が180度違うと僕は思っています。ぜひですね、このクラスで自分の映像資料をもらって、それで編集してみてください。必ずお芝居が変わるはずです。はい、偉そうに言いましたが、本当に僕自身もまだまだ下手くそなので、もっともっとめちゃくちゃ上手くなりたいし、もっとエンタメを楽しんでいきたいと思っています。演技というのはですね、才能がある人、選ばれた人だけのものではなくて、演技を愛する全ての人のものだというのが僕の考え方です。それをシェアする時間にしたいと思っております。何卒よろしくお願いいたします。